皆さんこんばんは、フクロウの会と FOE ジャパンでお送りするフクロウ FOE チャンネル FFTV。 今日は2015年5月12日 FFTV 特集129、安保法制戦争へのエスカレーターということで、ゲストにピースニュースの青木和正さんをお迎えしました。おー、ようこそ。よろしくお願いします。いや、なんか久々に引き出ですね、半年ぶりぐらい、半年ぶり、はい、何回目かのご出演ということで、はい、今日は、はい、放射能の話ではなくて、安保法制、昨日ね、ニュースでも騒がれましたけども、ね、なんか14日に閣議決定とか言って、そうそうそう、いやちょっともうみたいな、みたいな、国会にいよいよ法律が出てくるということですので、うん、はい、それのお話をしたいと思います。はいはい、なんかちょっと安保法制っていうのジャンルは分かってるけど、中身実は分かってないので、ちょっと今日覚えて帰ろうと思って。そうですね、はい、いろんな言葉が、普通使わない言葉がいっぱい見られ飛んでるからそうなかなかイメージしにくいと思うんですね、はい、だからできるだけ分かりやすく、はい、まとめて整理してみました、はい、で分からないところがあったらストップかけてください。分かりました、はい。じゃあ早速中身の方に行きましょう。はい、はい、じゃあこれ最初に最初のタイトルですけれども、ちょっと最初のタイFFTV の最初のタイトルとは違って、あえて別のタイトルをつけてみました。でどちらが本当という、で国民を守るための安保法制クエスチョンマークということで、うん、今政府の方は盛んにそう言ってるわけですよね、うんうん、でそれに対して戦争するための戦争法、うん、これも一応クエスチョンマークつけときましたけれどもうん、うん、いろんな人がですね、これは戦争に実際に自衛隊が出ていく、うん、そして戦争するための法律だということを言ってるわけです、うんうん、でもなかなかちょっと勉強しないと本当にそうなの、うん、本当にそうなのってわからないと思うんですね、うんうん、ということで、それを皆さんに分かっていただく、どっちが本当なのか分かっていただくために、できるだけ公平でもないかもしれないけれども事実ベースでですね、なるほど、お話をしたいというふうに思います。分かりました、はい、じゃあ言っていいですか。はい、はい、それで、今話をしましたけれども、昨日ですね、安保法制についての与党合意というのが行われました。で、法律の全文が与党で合意されたわけですね。公明もなんか早々と、そうなんですよね、もっと粘るかと思いきや、後で話出てくるかと思いますけれども、いろいろ歯止めをかけたようなことを報道されたりするんですけれども、うん、実際よくよく見ていくとですね、ごく一部に歯止めがかかったかのようなところがあるんですけれども、かのような、それがドーンと報道でされると、あたかも全体が歯止めがかかったような報道のされ方をしているところもあるんでね、そういうところもきちんと抑えていかないといけないということで、うん、その辺も意識して整理しました。なるほど。で、そういうことでですね、いよいよ国会審議へ入るということで、我々もですね、よくこのことを知って、それでもっと世の中に広めていかないといけないということで、うん、まず振り返ってみるとですね、今新聞なんかでもテレビでもですね、この安保法制が集団的自衛権の行使容認のための法律だというふうに、うん、報道されてるわけですね、うん、で振り返ってみると、去年の7月1日に閣議決定がなされたわけです、うん、ありましたね。なんかで、はい、そうですね、国会前でその時も多くの人が集まって反対の声を上げたわけですけれども、うん、もうもうすぐ1年経ってしまうわけですけれども、もう1年か、こういうことがあったわけですね。それでもう一度振り返ってみると、この集団的自衛権行使容認っていう普段あんまり使わない言葉ですけれども、結局これってどういうことかっていうと、日本が攻撃されていないにもかかわらず海外で自衛隊が戦争できるようにする、うん、こういうことですよね、はい、だから自衛隊が海外へ出てって戦争するということになるわけです、うんうん、それでじゃあ
閣議決定に去年のその7月1日にどんなことが書かれていったのか、うんうん、もう一度私もちょっと振り返ってみました、うん、だいぶ忘れました。忘れてますよね。で、あの本文を読んだ人ってきっと少ないんじゃないかと思うんですよ。私も含めて、まあ私も含めてですけどね、うん、でタイトルにね、切れ目のない安全保障って出てくるんです。切れ目がない、切れ目のない安全保障でクエスチョンマークうっていうのをつけましたけれども、はい、でですね、読んでいくと武力攻撃に至らない侵害の対処、わかりにくい、わかりにくいクエスチョンマーク2つつけましたけど、ね、うん、それから米軍部隊に対して攻撃が発生し、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態、これも分かんないですよね。ね、同じような繰り返しで、さらに米軍部隊に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合、どう違うの分かんないですよね、うん、まあそういう言葉がどんどん並んでるわけです。他国が現に戦闘行為を行っている現場ではない場所で実施する補給輸送など、まずは下がらなくなっていくんですけど、で、他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険。あ、なんかこれよくニュースで、これは最近ちょっと出てきますよね、うんうん、でこれがまあここに書いてあったわけです、うんうん、で積極的平和主義、これも安倍首相がよく言う言葉ですけれども、うん、で、自衛隊が幅広い支援活動で十分に役割を果たすことができるようにする、実際何をやるの、うん、っていうことなんですけれども、はい、これが、まあ全てですね、海外で自衛隊が戦争できる、最初に言った集団的自衛権の行使ということですね、うんうん、そのための、まあ、言い訳っていうとお前それ決めつけだろうっていうかもしれませんけれども、うんうん、こういうね、非常に分かりにくい言葉の羅列なんですけれども、うんうん、まあ、それはまあいろいろ言葉をこねくり回してですね、実際は自衛隊が戦争できるようにするためのまあ理屈付けというか、だから分かりにくいんだと思いますよ。無理やり言い訳してるから分かりにくいんだきっとそうなんです、うん、あ、いいところへ気がついてくれました、うん、それで私はね、もう一度憲法9条に何て書いてあるっていうのを持ってきたわけですよ、ね、はい、そうすると今マキちゃんが言うように、うん、ものすごくシンプルなんですよ、うんうん、でクリア、うんうん、読んでそのままっていうことなんですね、うんうん、で第2章戦争の放棄って書いてあるわけです、うん、タイトルからしてもう明確、もう明確ですよね、うん、で、2行ちょっと略しますけど、戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。ああ、潔い。これもおそらく小学校の高学年ぐらいだったら、うん、すっと理解できるんじゃないかと思うんですよね。そうですね。さっきの言葉より全然シンプル、うんうん、分かりやすいですよね、うん、で、9条の2項は、全項の目的を達成するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、生きてる国の公選権をこれを認めない、うん、分かりやすい、ね、これに対していろんなこと感じる人もいるかもしれない、思う人もいるかもしれないけど、うん、言葉としては非常にシンプルですよね、うん、理解がなんていうのか困るとか考え込まなきゃいけないとか、うん、そういう言葉ではないんです、うんうんうん、そのことをね、やっぱり私たちもう一度確認しなきゃいけないんじゃないかなと、うん、なんかいろんな難しい言葉がどん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 飛び交ってね、うん、そっちの世界に引っ張り込まれてる気がするんですよ。そうそうそう、分からない言葉の土俵の上でね、うんうんうん、でも大元はこの話なんですよね、うん、だから私たちがなんか随分変なところへ連れて行かれてしまって連れて行って行かれてしま行かれてしまっているということかなと、うんうんうん、いうふうに思うんですね、うん、でさっき出てきた去年の7月1日の閣議決定の文書
結局これは憲法これ自身をですね、これ非常にシンプルで、誰が見ても明らかなんで、これを変えたいわけです。自民党は ね, ね、あの今与党はね、与党とかいろんな政党はそうですよね、で憲法を変えるのは時間がかかると、いうことで解釈を変えたいということになって、あんなその分かりにくいいろんな文章が出てきてるということでしょう。もうそもそもこれを素直に理解したら自衛隊海岸出せるわけないんだけど、ね、無理やりなんとかこれはこのまんま出せるように一生懸命こねくり回した結果分かりにくいと。ということですよ ね,、はい、ね それはあの大体の人は理解いただけるんじゃないかなと思うんですけれども、それでですね、じゃ あの昨日こう合意したその法律ってどのくらいの法律が関係してるのかというと、なんと11個なんか漢字が多い法律の改定新設ということで、1番目からこの10番目ですね、それが法律の改定です。で一番下の国際平和支援法っていうのは新設なんですけれども、この嫌な名前のやつね、それであの昨日あのこう合意して、分かったのはですね、この上の10個の法律はそれぞれの法律の改定なんだけど、まとめて1本の法律で平和安全安全法整備法というなんか舌を噛みそうな法案の文書になって、中身はこれのこの法律のここを変える、ここの法律のこれを変えるっていう、それぞれの法律の改定なんですよ。ところがそれはそれぞれの法律の改定案じゃなくて、全部まとめてこの平和安全法制整備法いやなんかすごい欺瞞だわ。なんかこの米軍とか捕虜とか書いてあったらなんかすごいなんか戦争するっぽいなと思うけど、なんか平和安全とか言っちゃってもうなんか嫌な感じ。それあるかもしれない ね。でできるだけまとめて分かりにくくするっていうか、反対しにくくするっていうかね、そんなこともあるんじゃないかと勘ぐってしまいますけども、それで一番下のものがちょっとずれちゃってますけど、国際平和支援法っていうのは新しい法律の、あの制定なんですね。じゃあこことここの2つがやろうとしている、はい、それで、なんか疑問に思いません？今の話で全部疑問なんですけどまあここに書いちゃってあるんですけど、あの集団的自衛権の行使容認っていうことが出発点だったわけですよね、それでところがなんと11の、あの法律改定とか新しい法律が出てくる、なんでそんなにたくさんの法律いじらなきゃいけないのかって不思議に思いません？集団的自衛権の行使容認だったら、ね、そういうあの他国で密接な関係にある国があの攻撃を受けたら自衛隊が海外に出てくるという法律だけ作ればいいじゃんかと。確かにそれがあのなんで11も関係してるのかということが疑問になってくるわけですね、それで、ここからが今日の私の確信なんですけれども、確信ですよ、皆さん確信に入りましたよ。もう一つ重要な秘密が隠されてると思います、あらでキーワードが最初に出てきた切れ目のないっていう言葉なんですよ、で閣議決定のタイトルそのものに切れ目のない安全保障っていうことが出てくるんですけれども、その7月1日の閣議決定を読むと、これが5回出てきます、でおそらくこれが、あのキーワードかなと思うんですね、それで、答えを先に言っちゃいましょう、いつでもどこからでも戦争、これはあの海外での武力行使のことですけれども、それに自動的に拡大できる、いやーそうか分かった仕組み、なるほど、なんとなく匂ってきた匂ってきたということで、
これがですね、安倍首相の言う積極的平和主義、これをまあ実現するための戦争法ということではないかということなんですね。で私は他の人言ってないんですけれども、はい、私はこの自動的に拡大できるっていうことは、はい、結局戦争エスカレーター、うんうんうんね、エスカレーターをイメージしてもらえばいいんですけど、乗ったらずっと自動的に上の階に上がってきますよね、うんうん、まあそういうエスカレーターの戦争のためのエスカレーターの法律、うん、あ、そうか、このくらいの高さだと思って乗ったらいつの間にかトップの方にずいずいずいと行っちゃいますよ。そうですね、自動、しかも自動で行ってしまうということではないかと。おお、怖っちょっとまあ私今分かったって言ったけど本当に分かったかどうかちょっと聞いてみないと分かんないので、これおかしいって言ったら止めてください、はい、それでまあ、これエスカレーターですよね、うんうん、インターネットにこういう絵があったんで拾ってきたんですけれども、うんうん、エスカレーターはどこからでも乗れる、要するにどこの階からでも乗れますよと、うんうん、で乗ったら自動的に上の階段へ行きますよと、うんうんうん、で一旦乗ったら、うん、ずっと上は行くんだけど途中で降りるって危ないですよね逆走して走ったらね怪我しますよね怪我するよねうん、うん、まあそういうもんですよね。あ、下りがないエスカレーター。ああ、まあそうだね、そういうことか。そう、下りのエスカレーターならいいんだけど下らないエスカレーター下らないエスカレーターというそういうイメージではないかということなんです、うん、で後でいっぱい出てきますけれどもね、うん、まあいろんな段階にいろんな言葉が出てくるんです、うん、PKO の駆けつけ警護だとか、うん、船舶検査だとか国際平和支援だとか、今はちょっとこの言葉は、うん、まあそういうもんだと思ってください、はい、まあ、いろんなそういう状況があって、うんうん、それがですね、うん、みんなちょっとずつ今までの法律の、うん、規定が緩くなってるんです、実は。よくよく読むと、でそうするとこういうことでこう武器の使用をしたりすると、うん、次の上段階に行ってしまうと、うん、こっちが発砲したりすれば相手側も当然発砲してきますよね、はい、そういう形で上の段階をドンと行ってしまう。あ、なるほどそうすると次の事態になってしまうわけです、うん、これもまあ後で出てきますけれど、あ、 そこでもまたそのいろんな制限が緩くなる、うんうんうん、あ、これやるとしたらこれも変えなきゃいけないですよね、これも変えなきゃ、まあそういうことですよね。いろんな段階でいろんな制限が実は緩くなってっていうことだ、ということで、これがそのいわゆる、集団的自衛権の行使容認の法律なんですけれども、うんうん、実はここだけが問題じゃなくて、うん、こういうふうにいろんなところで基準とか制限が緩くなってて、うん、どんどん自動的に上の事態へ行ってしまう、うんうんうん、そういう仕組みが入ってるということで、やっぱこっちのところをもう注目しないとまずいんじゃないかと、なるほど、いうことですね。でそれを決めるのが安倍首相と NSC って、これも安倍政権になってからできたんですけれども、国家安全保障会議っていう4人の閣僚で基本的なことを決めてしまう。あ、4人しかいないんでしたっけ。あ、じゃあもう5人でこんな重要なことを決めてしまうという。4人ですね、安倍首相とも含めて、うんうん、あ、含めて4人、それから、ね、官房長官と、うん、それから外務大臣と防衛大臣、うん、この4人でこの国家安全保障会議、その周りには、うん、取り巻きには、防衛省の、政府組の幹部が張り付いてる。あ、すっごい思い浮かべるだけでもういいやあ、お前ら絶対こっち行きたいだろうみたいなということなんですよ、はい、で形では国会の承認とかね、うん、後で出てきますけれども、うん、そういうのはあるんですけれども、それもいろんな例外規定やなんかがあって、非常にこう、うん、抜け道が用意されているということなんですね、うん、なるほど。それで、まあそんなことかなと思ってたらですね、4月18日付の産経新聞に
同じようなことが実は書いてありました、えー、それでまあ細かくて読めないんですけど、さすが産経新聞なんです。さすが。あの非常にあけすけに書いてあってですね、このどこだっけな、この辺かな、この辺からなんですけれども、うん、あのバツバツバツができなければ三角三角三角ができると、でこれができなければ丸丸丸ができるってずっと書いてあるんです、この長い中で、中に今のエスカレーターのこの段階ができなきゃこっちの段階ができる、こっちの段階ができなきゃこっちの段階ができるってずっと書いてあるんです。例えばですね、存立危機事態と認定されれば政府は集団的自衛権を行使するための対象、基本方針案を作成しなければならないって書いて、で一方ちょっと隠れちゃってるけど、うん、ちょっと消すかな、他国への武力行使が存立危機事態に該当しなければ、うん、日本政府は何ができるのか。そんなにやりたいのかお前。そう、そう思うでしょ。ずっとそう書いてあるのよ。あ、びっくりした。なんか武力攻撃に持っていくためにはその後もみたいな、重要影響事態と認定されてされなくても国際平和支援法に基づき国際平和のために戦っている他国正義軍を候補支援できる、できる、なんか やりたくてやりたくてしょうがないみたいな。ほら、うん、そう書いてる、正直にね。ああ、さすが、さすがさん。それでただ書いてないことがある、はい、書いてないこと、自衛隊を派遣して行動範囲を拡大すると、うん、必ず相手の反撃は出てきますよね。ああ、そうですよね、そりゃ。そしたらあのドンパチやったら死者とか犠牲者出ることになるわけです、うんうんうん、でそうなれば事態より深刻になるわけですよ、うんうんうん、そこは書いてない。最後までやるの、ゲームじゃないんだぞ。いやでも本当になんか正直にこの産経新聞はあのやりたいことを非常にあの正直に表してるのかなと思ったんですけど、4月18日付の産経新聞です、はい、それでね、あの歯止めはかかっているのかっていうことでこう表しましたけど、うん、さっきの11の法律って、うん、まあ一個ずつ見たらもう頭がパンクしちゃいますから、うん、ちょっとこうもう少し整理してみたんですね、うん、そうすると一番真ん中が武力攻撃事態および存立危機事態っていう、うん、まああのいわゆる集団的自衛権の行使、うんうんうん、自衛隊が海外で本当に戦争する、うん、そういうことを想定した法律なんです、うんうんうん、でその外側にもうちょっとこう緩いっていうか、うんうん、広い範囲 の法律があって、うん、重要影響事態っていうのが、うん、あの今度新しい概念として入ってきた、はい、でこれはあの従来言ってた法律で言えば周辺事態法っていう法律なんですね、うん、で、さらにその外側に国際平和共同対処事態また平和とかつけるそうですよね、うん、全然イメージがわからないんだけど、まあ、要するにイラク特措法なんていうことで、うん、イラク戦争の時に米軍支援のために、うん、自衛隊の、海上、海上自衛隊ですね、うん、があのインド洋へ行ってで給油をしたんですけれども、うんうん、それはあのそういう法律がなかったから特別な法律イラク特措法っていうのを作って、うんうん、それで自衛隊行ったわけですよ、うんうん、で2年間 の制限付きで、うんうん、それで民主党の政権になって政権交代して、うん、それでそれ延長しなかったから自衛隊は帰ってこざるを得なかった、うんうんうん、そういう状況があったと思うんですけどね、うんうん、でまあそれに当たるものなんです、うんうん、でそれをいちいちその特措法って作ると、うん、まあ面倒くさいでしょ、法律を作って、うん、で期限付きで2年経ったらまた延長しなきゃいけない、うん、その間に政権交代があったら帰ってこなきゃいけないとかって相当悔しかったんだと思うんですね、うん、あの出したかった方は出したい方は ね、うん、それで今度はそれをそういう特措法って一つ一つ法律作るんじゃなくて、うん、恒久法って要するに、まあ、ずっと通用する法律として作ってしまう。嫌だわということでちょっとそれより広い範囲の法律があるんですね。
それからさらに外が国際連携平和安全活動、はい、あー分かりにくいこれ従来あの国連 PKO 法っていう、あPKO 協力法かな、はい、そういう形であのピースキーピングオペレーションっていう、うん、まあ、あの紛争が一旦収まってそれでもまだあの完全には安定化してない、そこに国連部隊が行って、うん、それで治安維持活動をするというようなと、うん、こと状況なんですね、うん、でそれに対してに一部自衛隊は行ってたわけです、うん、でも非常に限定されてたんですね、うん、でまあそれも今回改定されるわけですけれども、よりいろんなことができるようにね、うん、だからまあそういうものが、でさらにその外側にこれはちょっと聞いたことあるかもしれません、グレーゾーン自体、あなんかニュースでよく出ますね、出ますよね、それから邦人救出、うん、あなんかとんでもない例とかが出されてますよねでこれはあの自衛隊法の改定とか船舶検査活動法改定、うんうん、その他諸々の法律の改定、だからこういうふうにね、うんうん、非常にまああの富士山の頂上からずっと裾野が広がってるような、うん、そんなイメージを描いてもらえばいいのかな、あなるほど、あこれ等高線みたいに、ね、そうですね、等高線、等高線、うん、それであの今もうすでに言ってますけれども、それぞれの段階 の, あの法律で、はい、従来よりもね、うん、武器使用基準が緩和される、おそれから行動の基準が緩和されるっていうのが実は仕組まれてる、うん、だからこういうところでも、うん、今までよりいろんな小競り合いが武力衝突になるとか、うん、戦争状態になるっていう可能性を秘めてるわけですよね。イラクの時も銃は撃てなかったけど、うん、今度は撃てるようにしちゃうみたいな、まあ後でちょっと出てきますけど、うんうん、あの行動範囲が広がるとか、うん、武器の使用 の, あの自由度が広がるとか、うん、そういう回転がいっぱい入ってる、うん、だからさっきの話に戻ると、うん、なんでこんなにたくさん法律を改定しなきゃいけないのっていうと、うん、まあ、こういうあの関係があると、あここだけじゃなくてこっちもだからっていうことですね、そういうことな、あなるほど、だから11個もこう、そうそうそう、あだんだん分かってきました、分かってきましたね、だから今ね騒がれてる、まあ、新聞なんかほとんどこのことだけしか言ってない、よくて、はい、ここ の, あの周辺自体法の名前が変わってこうなったってこの辺しか言ってないんですよ、うん、あ、そう、そうなんだ、そうなんです、新聞見てもらうと分かるんですけれども、うん、ほとんどあの解説されてるのはこの辺、あでもそれこれはこれの問題なんですよ、うんうん、だけどよく読むと、うん、外側でも実は非常にこう危ないあのこういう緩和がいっぱい入ってる、うんうん、それでさっき言ったようにエスカレーターですよね、降りてこられなくなる、そう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 、そういうことがあるということなんですね、うん、なんとなく分かって、はい、なんとなくじわじわとじわじわとイメージがでこのあとですねちょっとこれだんだん細かくなってって、はい、申し訳ないんですけどね、頑張ります、あのやっぱり具体的なあのそう言ったってお前決めつけてんじゃないかって言われちゃう、うん、言う人はあんまりいないと思うけどもしかしてねあのいるかもしれな い、ね、そういうことでちょっとポイントだけあの紹介したいと思うんですね、うん、であの こ, こ, のここに書いたのが、うん、さっき言ったここのこ の, あの円をこう切った、はい、同じ色で書いてるから一番上がまあ一番あ富士山の頂上、頂上ですね、うんうん、でずっとこっちがあの裾野になるわけです、うん、でそれぞれちょっとどんなところが変わるとかね、はい、どんなところがポイントかっていうのをちょっと整理してみたんですね、うんうん、でこの武力攻撃事態および存立危機事態っていうのは、うん、あの新三要件とかってあなんか聞いたことあるでしょ、うん、ワードだけでなんかこう読むのやめますけどなんかいろいろずらずら書いてあるわけですよ、うんうんうん、でなんか制約がかかったみたいに公明党は言ってるんですね、うんうんはい、で新聞でもボーンと報道されるんだけど、うんうん、あのまあちょっと一番だけ読みますか、はい、国民の生命自由幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある、どうとでも言えるじゃないかどうとでも言えるじゃないか、じゃあもうちょっと言っちゃおうか、はい、日本の存立を全うし国民を守るために他に適当な手段がない、
それは決める人が適当な手段がないって言えばそうなっちゃうじゃないか。そうですよね。じゃあ3番、うん、必要最小限度と実力行使にとどまる。最小限度ってどのくらいだよっていうことなんですよ。ここにも書いてある。どれも抽象的で、うん、判断次第ではいかようにもできるっていうことなんですよ。うん、だからこれでもってなんかね、うん、歯止めがかかったというようなことを言うのは全然、うん、全然怪しい、危ないですよね。うんうん、それから、2週間ぐらい前に、うん、例外なく国会承認あなんか、ね、っていう報道がバーンとされたでしょ。なんかいかにも歯止めがかかったかのように。かかったかね、でも、うん、ここは違うんですよ。あ、違うんですか？実は違うんですか？ここは国会承認は原則事前承認だが例外規定はありなの。おい絶対今回は例外ですとか言いますよね。そうそう、だからちゃんとここについては例外規定あるんです。あとで出てくるけど、はい、例外規定なしっていうのは、うん、これだったっけな、これだったか私もあとで出てきますけど、ごく一部が例外なしの国会承認、事前承認。ああ、もうそうやって分かりにくくするためにこんなに分けてんじゃないのみたいな。で、まあいずれにしてもね、こういう抽象的な、うん、あの判断次第でどうにでもなっちゃうような基準で法律を適用すると、うん、何をするかっていうと、うん、日本が攻撃されてなくても自衛隊が海外で武力行使、うん、本当に引き金を引いて大砲を撃って、うん、ミサイル撃ち込んで戦争するわけですよ。そんなことが法律でできるようになるわけです。うん、あそれでね、でじゃあどうなるかっていうことなんですけども、うん、ここもあんまりあの新聞とかテレビでは言わないんですけれども、うん、実は国内も戦時体制になるっていうことなんです。現実に危ないっていうだけじゃなくて、そのなんあまあ、そういう制度的に海外でそういうことになったら、うんうん、あの国内の、まあ、戦時体制になるっていうのはもう法律で今でもすでにあるんです。そうなんですか。だからこれ あの違いは何かっていうと、はい、武力攻撃自体および存立危機事態って書いてるけど、はい、今回存立危機事態っていうのは追加されたわけですよ。もともとある武力攻撃事態っていう法、事態法っていうのは日本が攻撃された時に自衛隊がまあ反撃して戦争すると、うんうん、でその時は国内は戦時体制になるっていう法律はもうちゃんとできてる。いつの間にもう10年前にできてるんですよ。実はあれ全然知らなかった。知らない、ほとんどの人が知らないかもしれないけど10年ぐらい前にちゃんとできてる。それで今回それに存立危機事態って海外で戦争する事態が加わったわけですよ、うんうんうん、でこのここは生きてますから、うんうんうん、海外で戦争をやると、はい、国内で戦争、はい、戦時体制になるんです。あということはで何が行われるかというと自治体とかね、はい、それからエネルギー通信、東京電力とかなんとかガスとか、うん、それはドコモとか、うんうんね、全部そういう通信とかそういう公共性の高い機関の協力義務、うん、なんかあの大政翼賛会みたいな、まあそういうことですよね。でまあ一応法文上は努力義務なんですけれども、うん、でも法律に書かれてると、うん、もう企業なんか自治体もそうですけど逆らえないですよ ね、うん、ですよね。国がこういう、うん、あの通信はこっちで優先的に使うからここはあの通信するなとかね、うん、そういうようなことに対して逆らえないですよ、うんうんうん、でもそういうことがちゃんと法律にはもう書かれてる。おそれから国民の戦争協力努力義務、これもちゃんと書かれてる。協力するって言った覚えはないのにないけどもう法律はそう書かれてる、それでこれも同じですよね、うん、努力義務だから、うん、あの一見あの緩いように見えるけれども、うん、そういう体制になったら戦争反対って言ったら、うん、国の施策に協力してないっていうようなことで、うん、あの職場とかね、うん、地域で、うん、あいつは非国民だっていう戦前のようだ話になるわけですよ。もうでも法律にそういうふうにちゃんと書かれてるんですね実際は。あそうなんですか。それであのあとは法律ではないけどそういうようなことが動き出せば、
今だってそうなんだから、マスメディアは戦争協力宣伝どんどん本当だよ今こんなにひよってたら絶対もうこんな時無理だよなってきますよ ね。10年前もっと前だっけ、イラクへ、自衛隊があの行く時に、うん、あの国中黄色いリボンつけて頑張ってきてくださいっていうような、うん、そういう雰囲気が作られたんですけれども、うん、またそういうことがもっとすごい形でおそらく起きると思うんですね。だから、国内は戦争支持、戦争協力一色、うんうんうん、そういうような形になる、うん、さっき言いましたけど、異議を唱えるものは非国民扱い、うん、そういうような状況になると。それが日本が攻撃されてなくても、例えばなんか中東でアメリカがやったのに自衛隊も行きましたって言ったら、もうこれにもうなっちゃうという。そうですね、その基準がさっき言ったような非常に、うんうん、あの抽象的、うんうん、判断次第でどうにもなるような、うん、だからあの安倍首相なんかはこの存立を待ってほしいっていうのが、うん、日本に石油が入ってこないというのはもう存立危機自体だというようなことを国会でも言ってますよね、うん、もう戦時体制にしたくてしょうがないんですね、うん、非常に危ないですよこれ、うん、でまあこれそれが富士山の頂上、はい、でちょっとだんだん下がっていくんですけどね、重要影響事態っていうのは、うん、またあれなんですけど、うんうん、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至る恐れのある事態、うんうん、まあこういうところが日本語はあまり嫌なんだなで我が国の平和および安全に重要な影響を与える事態っていう、こういう言葉で書かれてる、何とでも、それこそ何とでも解釈できますね。でさっき言った審査要件っていうのはもうここでは関係ないんですよ。あ、もう関係ないの？関係ない、あら書いてないんだもん。じゃあ歯止めないじゃんだからここ行ったら広い、あのより広い裾野になってきてるから、審査要件で歯止めかかったなんて言ってごまかされちゃいけないんですよ。ここへ来たらもう審査要件関係ないし、ここですよ、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至る恐れのある恐れだったら何とでもね、 ねそうですよ、うん、本当にそういうふうにこう緩くなった。でもちろん国連決議等の制約もないんですこれ。で当該同意、当該、外国の同意があれば世界中どこでも行うということで、従来は周辺事態法ということで、うんうん、あの朝鮮半島 の、うん、あの有事を想定してたんですけれども、うんうん、その周辺っていう言葉を取っ払っちゃったわけですよ。あ、世界中、中東でもいけるし、うん、インド洋でもいけるし、うん、あの中国とあのベトナムとかあの辺の東シナ海で紛争がありますけど、そういうところにも行ける、うん、っていうふうにもう制約が取っ払われてるんですね。で何をするか、うん、戦争する米軍だけでなくて、うん、米軍以外の他国軍、うん、その他の組織への支援も可能。その他の組織って、はい、何なんだって思うじゃない、広いでもそういうのがしっかり入ってるんだけど、おそらく彼らはあのゲリラとかね、あそういう、あこれの場合は支援するんだから、うん、あの多国籍軍とかね、あそういうものを考えてると思うんですけれども、あのこういかにでもいかようにも拡大解釈できるような形の言葉がちょろちょろっと入ってるわけ。うわー、さすがなんか官僚っぽいですねで後方支援だって言ってるんですけれども、何かって言ったら弾薬提供、うん、それから発進準備中の航空機への給油、もうそう飛び立ってる、後方じゃねえじゃん、後方じゃないよねそれで整備ね、うん、こういうのが追加されてるんです。それであと捜索救助、船舶検査、その他必要な措置全部じゃんその他必要な措置って何でもありですよね。それで今言いましたけど、周辺っていうのはもう取っ払われちゃったんですね、うん、で後方地域ってっていう制約がなくなっちゃったんです、うん、今、うん、そのこれあの後方じゃないじゃんって言ったことなんですけど、はい、まさにそうで、はい、どういうことかって言ったら従来 の、うん、あの制約っていうのは、うん、現に戦闘行為を行っている現場っていうのと、はい、さらにそこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる、うん、
だから今戦闘行為を行ってません、はい、それから候補支援した時にも、うん、この辺りは、うんうん、あの戦闘現場になる恐れはないという制約だったんです、うんうん、そういうところで候補支援するっていうふうに法律で書かれてた、うんうん、ところがなんと今回ですね、うん、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められるっていうのをバッサリ削除してる。だから、うん、現に戦闘が戦闘行為を行ってる現場以外ってなったんですよ。でもその瞬間にブトンパチやってなければそんなの当たり前だそりゃそうですよね。だから、うん、あのね、相手と打ち合ってるその後ろで弾薬を供給するっていうのは可能なわけですよ、うん、後方ってなんだっていうことね、っていう感じで、まさにだから支援そのものなわけですよ、うん、後方支援とか言うなって感じ、ね、まあそういうことですよね、うん、でそういうふうにですね、あのこう緩くなってるわけです。でどうなるかっていうのは、だから後方支援っていうのはもう今言ったように戦闘行為の一環にもうなるわけですよ。弾だってずっと無制限にあるわけじゃないから、うん、補給してくれなかったら撃てないわけだから、うん、そうすると相手側はそのドンパチを撃ってる相手よりもその後ろを叩く方が、うん、あの効果的じゃないですか、うん、必ずそうするわけですよ。ですよね、普通か誰が考えたってそうだよね、うんうんうん、だから攻撃される可能性が大いにあるわけです、うんうんうん、それから船舶検査っていうのもあるんですけど、船舶検査っていうのはいきなり船に、うんうん、あの乗り込んでって、うんうん、あのまあ、その船舶なんかを検査するわけですよ。だからもうあの戦闘行為そのものなわけですね。相手が嫌だって言って反撃すれば、それに対して武力でもって押さえつけて検査をするわけですから、そういうことになって、まあこういうことになって事態が拡大している可能性は非常に大きいっていう、そういうことなわけですね。これでもまだ裾野の すいませんね、私がいつもあのタイムキーピング能力ゼロということはもうすでに露呈しているので、あ、まあ、じゃあのいいですか、気持ち早めながら進んでいきます。気持ち早めながら、ね、次は国際平和共同、対処事態ということで、はい、これがさっき言った恒久法って言って、うんうん、あの一個一個特措法特別措置法っていうので決めるのじゃ大変だから、はい、もういつでも出れるように法律作っちゃおうっていう、うん、もうそれだけでもういいかもしれないけども、でさっきと似たような形でです、あ、やっぱりここ大事だな、国連決議に基づくものであることって書いてあるんだけど、うん、または関連する国連決議があることという条件、ああ微妙に緩くなってるわけですよ。でイラク戦争の時を考えてもらったらいいんですけど、うん、あの時に米軍はアメリカはイラクに攻撃したかったんだけど、国連決議は出なかったんですよ、うん、最後まで武力攻撃の、うん、国連決議、うん、どうしたかって言ったら、それから10年ぐらい前の、うん、戦争の時の、はい、あの決議を引っ張り出してきて、はい、それを使ったんです。あ、そうなんですか。そんな前例があるんです。あ、で それをおそらく彼らも想定してると思うんですけれども、あ、こういう緩い条件で発動すると、あ、まあイラク戦争の有志連合を想定してるってことですね。でさっき出てきましたけど、例外なく全て国会承認っていうのはここだけなんです。実はこの広いあの裾野のここだけが例外なくになったんです。あ、全然一部じゃないですか全然一部だよね。報道すんなよ、ね、てか全部報道全体を報道しろよ。そうですよね、うん、で、あの当該活動を行う諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行う、うん、等が2つついて、うん、で戦争する他国軍隊等への支援、物資の提供や輸送、うん、弾薬の提供、空中給油、洋上給油と、これらはあのイラク特措法の時は禁止されてたんだけど、これが緩くなった。でさっきと同じですね、現に戦闘行為を行っている現場以外、それだけなんです、うん、あのもう背中のすぐ後ろで ね、だからまあさっきと一緒ですね、ここはだから省略しましょうね、うん、それで次国際連携平和安全活動で、これも分かりにくいんですけども、これがあの国連 PKO 協力法の改定というやつなんです、うんうんうん、でこれはどういう時に使われるかというと、武力紛争が
停止したとか終了したとか、うん、未だ発生してない状態で、うん、国連決議に基づくものであること、うんうんうん、または関連する国連決議等があることってイラクみたいな時でも大丈夫みたいな大丈夫って出てくるわけです、うん、で重要影響事態であることも必要ない、もちろんねこっちとは違うんだからって、うん、これでありゃいいですよと、うん、他国の軍事行動を前提とする必要はない、必要ないの、うん、必要ないんですよ。これはもうこういう状態って認定されれば、あの政府が決めればいける。で、国会承認は、原則事前承認だが例外規定があるということですね。それで、これも危ないんですけど、何をするか、うん、従来の PKO で禁止していた駆けつけ警護、うん、なんかこれよく聞くけど、聞くでしょ、なんこれちょっとあの説明しますね、うん、でも先に言葉だけ言っちゃうと、うん、駆けつけ警護っていうのと、うん、治安維持活動、うんうん、これが新たな任務として加わったんです、うん、駆けつけ警護ってどういうことかっていうと、うん、日本の自衛隊があるあの外国にいるとしますよね、うん、で PKO 活動やってる、うん、で隣にあの例えばフランスの軍隊が PKO 活動やってると、うん、でなんかゲリラかなんかで、うんうん、あのフランス軍と、うん、その現地の人たちとの間で銃撃戦が始まった、うんうん、そしたら、うん、日本の自衛隊はその場へ行って、うん、戦争に参戦するんです。で思いっきりドンパチですね。思いっきりそうです、うん、駆けつけ警護と言ってるけど、駆けつけてその、戦争状態のそこに加わる。今まではそれ禁止されてたんです。自分を守るということはできるけれども、うん、そんな戦闘状態のところわざわざ行って戦闘に加わるっていうことは禁止されてたわけですよ。うーん、それがちゃんと入った。うーん、それから治安維持活動っていうとちょっとなんかあの必要なことかなみたいに思っちゃうんだけど、うんうん、実はイラク戦争なんかをイメージしてもらえば分かるんだけど、はい、あのものすごい戦闘状態が終わってもずっと何年も何年も、うん、いろんなところであのテロが起きたり、うん、攻撃が起きたりして、うん、米軍はずっと張り付いてたわけですよね、うんうん、あれがまさに治安維持活動なんですよ。治安を本当に維持してたのか怪しいですけどねまあそうだけど、当然あの現地の人にとってみれば、うん、外国軍が来て占領されてるわけですよ、うん、でそれに対して自分たちとしては反撃をするっていうのはまあありえることですよ、当然ありえること、うん、でそれを武力で押さえつける、うん、その活動が治安維持活動なんですね。だちなみにアメリカでイラク戦争で死んだ米兵って、はい、圧倒的にその治安維持活動で死んだ米兵の方が多いんです。最初の戦闘で死んだ米兵よりも、ちょっと今数字言えないですけど、圧倒的にその治安維持活動で死んだ米兵が多いんですよ。で今度は PKO という、うん、あの名前で行くんだけど、こういうことが実際はできるわけですよね。それでさらにですよ、はい、従来は武器使用基準というのはあの自己防衛、うん、相手が撃ってきたら、うん、自分を守るために発砲はあの許される、そういう制約だったんですけど、うん、今度何て書いてあるかというと、うん、業務を妨害する行為を排除するためにも武器が使える、うん、なんかもうこれも何でもできちゃう、何でもできちゃう例えば検問をしてますよね、うん、で検問をした時に検問を無視してすり抜けようとしたら、うんうん、発砲できるわけですよ。私は検問してるのに、うん、それをあの妨害するわけですよ、無視して、あ、だからそれを発砲できるようになるっていうことがこういうところで入ってる、こういうだんだん下のレベルでね、うん、ということですよね、うん、だから今もうすでに言ったけど、駆けつけ警護っていうのはもう自分から乗り込んで戦闘することだし、うん、治安維持活動っていうのは占領支配活動っていうことで戦争の泥沼に入ってる、うん、そういうのがこういうレベルで仕組まれてるということになるわけですね。いやもうこういう裾野全然重要ですねそうなんですよ、うん、本当にこっちもあのやばいんですね、うん、でそういう意味で言うとグレーゾーン自体とか法人救出っていうのもそうなんですけど、これは自衛隊法改定というと中に入ってるんですけれども、うんうんうん、あの
グレーゾーンってどういうことかっていうと、外国軍艦が日本の領海に入ってきたとか、うん、不法にどっかの島に上陸したとか、うん、海賊が出てきたとか、うん、まあ尖閣で起こってるようなことを想定してもらえばいいんですけれども、うん、それで今は海上保安庁が対応してるわけですよね、うん、そこに自衛隊が出てくるっていうことになる。今中国の艦船も来てるけど、あれ中国の海上保安庁なんですよ。あ、一応両方ともそうなんです。そうなんです。警察活動、まあ軍隊という定義もできるんだけど、うん、まあ一応武力なんかは制約があって、うん、警察活動なんですよね、うんうんうん、で今度はそれに対して自衛隊が出てくるっていうわけですよ。喧嘩売ってるに等しいですね。そうですよね、うん、危ないこれも、うん、それでこういうのに対して何をやるかといったら、電話による閣議決定で迅速に決定する。そんな閣議決定あんだ。そういうことを新たに入れてるんですね。へー。で国会承認必要なし。うわ、必要なしですこれは。あ、危な例外じゃなくて必要なしなの。あ、本当に危ないですよねこれ。危ない。で国連もちろん国連決議なんか必要ない。うん。それからもう一つは在外邦人警護とか救出っていうことで、外国にいる日本人がまあなんか緊急の事態になったっていう時に、首相の承認で自衛隊が出てくるっていう。いや、これももちろん国会承認なんか関係ないわけですよ。で何をするかっていうと、まあ警察と外交で本来は対応すべき事態に自衛隊を早くから投入すると。で海上保安庁が対応していた事態に自衛隊が出てくるってことですね。でここにもさっき出てきたけど、うん、在外邦人の警護救出では職務を妨害する行為、うん、排除のための武器使用が可能なんです。自分を守るためじゃなくて、うんうんうん、ね、救出に来たらなんか向こうがこうそれを阻止してきたら、それに対してもうドンパチやっていいって書かれてる。なんかこれが一番資産の裾野が一番危ない気がしてきました。そう思うでしょう。でどうなるか、自衛隊が早期に出動することで緊張激化して小競り合いが本格的武力衝突に拡大する、うんうん、絶対そうなるよ。邦人救出の名目で他国に乗り込んで戦闘行動、本格的戦争への拡大の可能性大という、うん、そんな感じに、うん、個々の 法律の条文が実はなってるっていうことなんですね。そんな危ないことになっていたなんて。でまあこれはもう繰り返しませんけども、うんうん、要は今のこうね、こっからこっちへ発展していくよって逆さまに書いたんだけど、こっちが裾野の低い方でこっちが高い方、うんうんうん、でそういうところへこう一旦こういうところで入ってドンパチやるとこういうところ行っちゃうよっていう、うんうん、逆にひっくり返して書いたんだけど、うん、で何を言いたいかっていうと、要するに安倍首相の言う切れ目のないっていうのは、うん、歯止めがないって言い換えれば、なるほど、非常に分かりやすいですよね、うん、どんな事態であっても自衛隊を出せる、そういうことです、うん、歯止めがない。でも彼らは歯止めがないとは言いにくいわけで、うん、それまでやばいよって言われちゃうから、うん、切れ目のないっていう言葉を誤解も出して、あ、実は歯止めのない戦争をやりたい、なるほど、そういう仕組みを作りたい、あ、ということですね。ここはもう説明しませんけど、うん、法律には当然抜けてることがあるわけです、書いてないこと、うん、相手が反撃してきて本格戦闘になるっていうことなんですよ、うんうん、事態は深刻になる、それは法律書いてない、うん、当たり前ですけどね、うん、だけどそういう仕組みがちゃんと組み込まれてる、うん、相手の反撃で本格戦闘に、うん、それから、相手は防御の弱い補給量を狙ってくるから、うん、日本が後方支援だっていうのがいつの間にか当事者になってる、うんうん、そういうことが本当に起こる可能性がある、うん、そういうことなんですね、うん、ということで、まあ、この辺が今回ね一番、うん、大事で、こういうことを皆さんに訴えていかないといけないのかなと。あ、もう一つ、それからここの一番富士山の頂上ですね、うんうん、ここにいきなり行っちゃう可能性もあるわけですよ。さっきの解釈によってはどうにでもなるっていうようなね、うん、抽象的な、うん、定義でしたから、うん、石油輸送が止まったっていうような時は存立危機事態だっていきなりここ行く可能性も、うん、なきにしもあらず、あ、
まあ、そういう仕組みがある。なんか本当あの一番下の裾野の下のなんかそのねちょっと中国の船来ましたっていうところに自衛隊が来たっていうのだけでもいきなりなんかてっぺんに行っちゃうなっていうイメージなんか、ね、国内での雰囲気もそういうふうにわーっと宣伝されて、うん、これはもう存立危機だみたいなことを言い出す人が出てくる可能性もありますよね、うん、そういうことでぐわーっとこうあの走ってしまう、うん、まあ、そういうことが含まれているということなんですね、うん、でもう一度あの、この去年の7月1日安倍首相がこの閣議決定の時の記者会見で何て言ったかって抜き出しましたけど、うん、いかなる事態にあっても国民の命と平和な暮らしは守り抜いていく内閣総理大臣である私にはその大きな責任がありますって言ってるんですよ。あ、本当に。でこんな絵を描いて、あ、でこんなこと言ってんだけど、はい、実は私はあのフクロウの会でもありますんでね、はいはい、どうしても原発のことが、うん、というか福島原発のあの事態が、うんうん、やっぱりこう騒動されちゃうわけですよ、うん、彼がこんなことを言うんだったら、うん、本気でこういうことを言うんだったら、うん、今原発ね54基、うん、あの日本の海岸線に並べてね、うんうん、放射能原広島型原爆の1万個もっとかな、計算によっていろいろなんですけども、すごい数の原爆が並んでるのと一緒ですよ。あ、それ並べといて何が安全保障、本当だよでも思うでしょ、しかも動かそうとして、そうそうそうで福島原発未だに収束できてないし放射能はダダ漏れ、うんうん、で広範な広大な国土を喪失してるんですよ、うんうん、土地をねもう使えなくなって人が住めなくなって、うん、尖閣どころの話じゃないですよ ね。で16万人避難生活してるわけですよ、うんうん、難民生活になってるわけですよ。これ戦争と同じじゃない、戦争もうかなりの戦争状態ですよ、うん、で健康影響がもう出てるわけですよ、うん、だから私はもうよく思うんだけど、放射能と戦争してる状態だと思うんですよね。あ、海外で戦争なんかできる状態じゃない、うん、いや、まずこれなんとかしろよ本当と思うわけです、うん、ね、いろいろ書きましたけど、こういうことがあれば、うんうん、全てアウトですよ、うんうんうん、あのね、日本本当に攻撃したいと思う悪いやつがいたら、うんうん、福島原発へミサイル一発撃ち込めば、うん、もう日本東日本壊滅ですよね、うんうん、本当に冗談じゃなく、これが存立危機事態ですよね。いや本当そうでしょ今存立危機事態ですよ、どっちかっていうと存立危機事態だよねこれ ね、うん、ところが海外でそれをやりたいって言ってあということでね、はい、まあお話としては終わりなんですけど、はい、あの辺野古もね、はい、今強引に進められてるんですけれども、うん、それについて今日は、うん、私もそんなに語れないし、うん、今日は話はできませんでしたけども、うん、やっぱり、こういう安倍首相が進めるね安保法制と辺野古での基地の建設、ご利用しは一体のものだと思います、うん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 、でだからといってもう何もできないってわけじゃないと思うんですよね、うんうん、やっぱり一人一人が声を上げて、うん、周辺にこういうことを伝えていくことでね、うんうん、止める、うん、そのことが大事かなと、うんうんね、閣議決定の後に国会審議に入るんですもんね。まだ閣議決定されたからって終わるわけではないし、 そのためにはやっぱりね声を上げないと、うんうん、世論をすごく上げないといけないと思う。で安保法制に関しては NHK の世論調査でも 52% かな、うん、が反対なんですよ、うんうん、やっぱりきな臭いとか危ないとかなんとなく感じてるんですよね、うんうん、だからその声をもっと強くしていく必要があると思いますね、うんうん、じゃあ皆さん頑張りましょうということで、うん、ありがとうございました、はい、すいません私がもういつも伸ばしてしまう私のあれなんですけど、ちょっと語りすぎて1時間になっちゃったね。あ、まあ、でもねこれで完璧に皆さん安保はバッチリだと思いますということで、じゃあちょっと告知、辺野古の集会と政府交渉がありますので、ちょっとその告知を
兼ねてちょっと今沖縄からお客様がいらしてるのでちょっと顔だけというかすいませんね、なんかお待たせしちゃってあれなんですけれども、はい、ご紹介します。小木船の船長さんの北上田さんがはるばるいらっしゃってます。明日の政府交渉と集会にいらっしゃるということで、うん、わざわざ状況いただいたということで、はい、坂上さんも来てちょっと告知私中身を入ってないからそのじゃあ明日のその集会などの内容をちょっと説明する、はい、紹介先にするどうしよう明日はだから午前中に、はい、今防衛省相手ですね、うん、まあ岩礁破砕の問題とか、はい、あと仮設、うん岸壁ですね、うんうん、まあそれの問題とかですね、まあ、それについて、うんまあ、今質問書を出してまして、うん、まあそれについて政府交渉をやって、うんうん、であと、夜ですね、はい、政府交渉は9時半から、うん参議院の議員会館の101で行われます。でどなたでも参加できます。参加できます、はい、から朝です。はい、夜じゃないです政府交渉は朝、はい、夜行っても誰もいないです、ねそう朝早いです。で9時15分から通行証を配信、はい、朝早いです、ね、朝早いです、はい、それから夜は6時半から水道橋駅から5分ぐらいのところに、はい、会議室内海っていうですね、あるいは東京学院でもいいんですけども、はい、まあ、そこの4階の会議室で、はい報告集会、はい、とかありますので、はい、そちらもぜひ、はい、ぜひ来ていただければ、ね、来てる、はい、何か一言が無茶ぶりや、ええ、まあ、沖縄ではね、ご承知のように去年相次ぐ何回もの選挙で県民の意思が、まあ、はっきり示されたんですけども、うんうん、まあ、この間防衛局が、まあ、本当にこう全くそういう声も聞かずに、うんうん、工事をすること、まあ、粛々という言葉がよく使われますけども、うんうん、強行してるわけですね、うん、でその強行の仕方にはいわゆる法律の趣旨を歪曲した脱法行為であるとか、うん、それからも明らかに違法行為とかね、うん、そういったことをしながら事業を強行している面があって、うん、でまあ、そういう意味で明日防衛省に対して、うん今言われた特にその県の漁業調整規則違反、うん、岩礁破砕の許可の範囲外のところに大きなコンクリートブロック1個45トンもあるようなね、うんうん、コンクリートブロックをたくさん投下したり、うん、それから必要な手続きもしないまま仮設岸壁、うん、これも大型ダンプトラックで5000台というような、うん、とんでもない量の石材を大浦に投入しようとしている、もう実質的には埋め立ての開始と言わざるを得ないんですけども、それが必要な手続きもしないまま、うん、いつ着工されるかわからない。だから明日の防衛省交渉で、うん、なんとかそういった問題について追及をして、うんうん、まあ、少しでもこういったとんでもないやり方で強行されている工事をストップさせていきたいと、うん、まあ、そういうふうに思ってるわけですけどね、うんうん、だ民意を無視してひどいっていうのは多分みんな誰でも分かってるけど、うんうん、そういう制度的にも向こうに誤りがあるということをもっと明らかにしていこうぜという感じですね、うん、そうですね、仮設岸壁でいうと、はい、ね、あれボーリング調査のために作るぞとなってるんですけど、はい、ね、うんうん、でも今から作り出しても、うん、もう終わっちゃうわけです、うん、ボーリング調査なんて。そうですよね、ね、だから、うん、作る意味がない、うん、ボーリング調査のためだったらね、じゃあもうそれはやめさせろと。で、うん、目的を変えるんであれば、うんうん、また手続きがいるわけです、うんうんうん、まあ、だからね、その辺はもう去年の12月ぐらいから防衛省、うん、政府の方はね、もうすぐにでも着工するというふうに言ってたんですけども、うん、我々が追及して、うん、県の方もなんかそのやっぱり疑問があるというふうなことを言ってるもんだから、うん、まだ着工できてない状態なんですね、うんうん、でもう私は基本的に連日抗議船、市民の抗議船の船長として海に出て、うんうん、そのまあ、一番の目的は、まあ、カヌー隊のサポート、うんうん、カヌー隊がね、その組織行動監視行動をやる、まあ、サポートが一番の仕事なんですけども、うんうん、同時に私は、まあ、土木の技術屋でもあるし、うんうん、それから情報公開請求等で、うん、防衛
局、それから沖縄県に対して工事関係の設計書等々のね、うん、あの公開請求をして、うん、まあ、そういったものを取り寄せて、うん、それを見ながら現場が一体どうなってるか、うんうん、まあ、そういったことを船の上から観察をして、うん、まあ、そういった中であの感じた疑問点を、うん、ぜひ明日、はい、防衛省の担当者に、うんうん、まあ、強く追及をしていきたいというふうに思っています、うんうん、まあ、そういう場を設定していただいたことに、まああのまあ、そういう意味では感謝をしています。はい、どうもありがとう。よかった、よかったね。よし、じゃあ、 あのツイキャスも、あ、なんかまた顔映すなとか言われるかもしれないけど、でも一応 FHTV に、まあ、あの音は多分出せると思います。はい、ということ、あと僕だけ言うとね、はい、あのやっぱり今ね、うん、あのカヌーチームを阻止しようとして張られてるフロート、うん、ね、うんうん、あれも、うん、ボーリング調査終わったら本当は撤去しなきゃいけない。あ、そうなんだ。手続き上は撤去しなきゃいけないんです。うんうんうん、そこも非常に重要な。また少しいいんですかね。あの、いや、その話もね、あのこれも私たちがもう去年からずっと沖縄県に対して追及をしていたことなんですね。うんうん、で防衛省が、防衛局が今大浦湾にもう長さそれこそ5000メートルぐらいになるんですけども、うん、あのオイルフェンスとフロートを張り巡らしている、うん、でそれは当初の埋め立て承認申請の書類には一切書かれていなかったものなんですね、うんうん、であのだから私たちはそれに対してもしそういうことをするんなら、まあ、ちょっと話難しくなるんですけど、公有水面埋め立て法の手続きの中で、うん、当初の申請の際になかったことをする場合には、うん、設計概要の変更申請をすることになってるわけですね、うんうん、それをしないまま今まで来てたと、うん、で沖縄県もなかなかその辺、まあ、態度が曖昧なまま今まで来たんですけども、うん、この間、いずれしたかな、5月の1日ですからね、私たちがあの沖縄県と話し合いをした中で、うん、沖縄県もそれを明確に指摘をした、うんうんうん、で現在張られているオイルフェンスフロートについてはボーリング調査が終わった段階で撤去してもらうと、うん、でもし防衛局が再度それを張りたいと言うならね、うん、設計材料の変更申請の手続きをしてもらうことを明言したんです、うん、でこれはあの統括官というか、まあ、部長の次のクラスの、あの幹部が来たんですけども、うん、あの彼が言うのには、この方針については知事を含め副知事等々とも話をして、知事の確認を得た上で今お話をしてるんですというふうに明言をしたということで、まあ、今私たちカヌーとか、それから抗議船、まあ、非常に海上保安庁のね、あの保安官たちの暴力がきつくて苦労してるんですけども、あの場合によってはそれを撤去させる状況に、まあ、その展望が出てきたという、でそれさえ撤去すれば、うん、撤去させることができれば、うん、行為行動ももっと頑張れるしね、うん、あのまあ、かなり状況は変わってくるんじゃないかというふうに思ってます、うん、だからその点も明日なんとか追及をして防衛局にまあ確認をさせていきたいというふうに思っていますけど、うんうん、はい、ということで非常に重要な、はい、ね、交渉があります。あ、じゃあ皆さんぜひ早起きして、はい、あの行きましょう、うん、ということで、じゃあ皆さん長くなりましたが、また今日はこれの辺で、また来週、うん、はい、いや、どうもありがとうございます。ありがとうございます。明日もよろしく。ひとみちゃんはちょっと今日は長めかな、575じゃないけど、戦争法、平和平和と言えば言うほどきな臭い、あんまりなネーミングだよね、あれね。